はい、どうもこんばんは。こんばんは。今日ミニラどこに行かれたんですか？今日さ、山に帰るってミニラ。今日は何すか？今日だいぶ涼しくなってきたんで、季節もほんと9月ぐらい入って、秋イカシーズン始まったかなっていうことで、今日ちょっと3号と 2.5 号でちょっと縛って釣っていきたいなと思ってですね。いいね。はい。じゃあどっち使います？無難に3号でいこうかなと。ああ、なるほど。じゃあね、私はね 2.5 号をね使っていこうかなと思います。縛ることで、どっちの方がより釣果が出るのか、同じエリアでやっていけたらいいなと思いますんで、頑張るぞ、行きましょう。ターシーの横で釣ってきます。はい、最初にね使うのはこのエギオクライブのね 2.5 号ですね。ラペリーリ。うわ、ちなみにターシーがね最初このポイントに入ったから、自分もここで打とう、隣で打とうって思ってたんですけど、なんでここ入ったん？潮だまりもあって、ちょっと樹の方を狙っていこうかなって。なるほどね、はい、こっちがねワンドになってますもんね。今ね満潮近いかな。さあ隣で投げてね、どっちのエギに反応してくるんでしょうか。何投げた？第和のホール LC 赤テープですね。タシの右隣の方行く。ちょっとこっちタシの右隣打ってきます。ここはねストラクチャーがあって、ストラクチャーにねついてれば早いですよね。そういうところをこう細かく狙えるのも 2.5 号の良さかなと。岩の周り、あとブイの周りとかロープ際とかを 2.5 号で探るのとかってこうありなのかなと。そうちょっとね、自分たち海隅ではユーマ詰めいましたね。ストラクチャーのにいました、いましたー。いいねー。おー、ストラクチャーについてましたよ。結構いいんじゃない？うわー、来たねー。来たねー。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ウィー。どうですか、いいサイズ？いや、いいよ。2点。わー、ザーキって感じ。きれい。あざまーす。ストラクチャーがあるポイントがあったんですけど、はい。そこの横に、岩の横にこう通したら、多分ストラクチャーついてたんでしょうね。追ってきてパシッと食ってくれました。1投目ですか？1投目ですね。お、チョイスですね。チョイスだったですね。ラトルの効果もあったんじゃないでしょうか。ああ、やっぱりパタパタじゃないけどリアイソ強いよ。やっていきましょう。いくつも夏を越えたっすからね、このエギ。こっち潮いいね。こっちが比較的向こうより潮がいいイメージみたいです。こっちはねモバなんですよね。潮いいな。ギャンギャンなのよね。これ回遊来るよね、待っとけばね。あとはどのレンジ取るかやね。ここも意外と深さありますから、ちょっと今比較的下の方で取ってるんで、次ちょっと上の方取ってみようかな。いいね、すごいいいね。よっしゃ、来たー。ちょっと今日俺ターシー来とるかも。いいねー。はい、ちょっと可愛いんでね、すぐ逃がそうと思いますけどね。はい、レンチャンですね。レンチャン2投目やったっすね、向こうのポイントで。かわいいサイズ、かわいいサイズ、ちょっと逃がしたいと思います。ありがとうございます。バイバーイ。よいしょ。あー、塩めっちゃ効いてる。ちょっとね2敗つられてますからね。いやこれ 2.55 も勝ちでしょ秋は可能性ちょっとあるのかなとははい、ちょっとターシーの邪魔しようと思います。今から投げるとこは結構シャローポイントでモバなんですよね。ここにね新子がねめちゃめちゃついてるの見たことある。おおちっちゃいっすね。あれちょっと待って行ったぞ俺も多分。そうそう早巻きで。はいナイス。はい、場所教えてもらってねすぐ釣れました。結構もう手前で回収気味じゃなかった？回収気味やったっすね活性高いね、うん、追いかけてきて食べてくれたのかなっていう感じで、うんうん、そうよね。まあちょっと食は伸びきっちゃってるんで、うん、こいつはちょっと持って帰ろうかなと。持って帰ろうね、はい、うん、美味しくいただきましょう。で今日は村地でちゃんと揚げてますんで。なるほど、はい、3号ね。3号で、ああ村地もいたね。来たね。あざーす。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー最高やね。うまいねやっぱ。というわけでね、はい、サイズはね、まあ、秋サイズってことですけども、パンパンパンって釣れてさ、最初の1時間ないぐらいで、うん、釣れてどうでした？ 3 号と 2.5 号自分が使ってんの見て。ベート的にやっぱ 2.5 の方がマッチザベートなのかな。そうよね。ちょっと今日、うん、ベートちっちゃかったかもね、うん、マッチザベートで今日俺に軍配が上がったんじゃないかなっていう、うん、なるほどね。まあね、まあ、これからも本当秋入ってくるんで、ね、まあ 2.5 はねはっきり言って5本中1本か2本でいいよね。なんかでも1本か2本持ってきたいよね。あってもいいのかなっていうのが正直な。そんな感じで皆さんも秋イカねもう始まっておりますんで、皆さんもやってみてください。この動画が少しでも良かったなと思ってくださる方は高評価、チャンネル登録、ベルマークなどよろしくお願いいたします。バイバイ。